よう。はいどうも。はい、それでは続きやっていきましょうね。これですけどね、まずは準備しとけよっていう話ですけど、あれ、あれ、ごめんなさい、ちょっと待ってね。あった、びっくりした。これ2ミリの丸棒、前回2ミリ穴開けましたね。それでこれの芯になる部分を丸棒にするんですが、そんなに長さはいらないんですね。2ミリね、2ミリの丸棒、これがここに入りますのでね、入りません?ね。嘘。もう当初の予定って全然狂ってくるな。ちょっと頭を見てなくていいか。これでいこうか。狂うな。角ちょっと落としましょう。ね。今更何を言うてるんだというふうに言われます。そうですよね。これをこうキュッと入れたら、あ、入り、これがちょっと入りますんで、ね、これをちょっとね、ちょっと作っていって芯材をつけていこうと。で相手方は丸棒ですの、丸パイプですので、そこはある程度ね、いけると。これをよって作っていきます。このあとぐらいの長さあったら、これでも長いぐらいだけどね。ね、これをよって作っていくという感じですね。まあ柱を作るっていう感じですね。んで荷台を置いてるっていうのは、まあここの幅を決めないといけないという形ですので、この幅を決めていくと。でこれまあそんなに長くいらんか。これね、切るの大変なんだよね、これ意外と。こんなもんでいいね。これも長いぐらいだよ。長すぎるとね、調整が効かなくなるからね。こんな感じで切っときましょう。でまたもう一個、地道な作業ですね。前回もまあ言ってますけれども、まあ正直行き当たりばったりなんですよ。勘で作ってるっていう感じね。勘で作るんですけど、構想だけはね、異常にしっかりしてるんですよ。ジグなんかも作ってやろうかなって一瞬思ったんですけど、ジグ作るって言ったってよく考えたら、これ今回作ってその後使うんかっていう話になりそうなんでね、どうしようかなとは思ってるんですけどね。まあでも作っといて損はないかなと思いながらね、今日ね、実はホームセンター行ってきたんですよ。ホームセンター行ってきてね、そうだ、ジグを作るのにこれはこうやって、固定金具はこれがあってって言ってね、買ってきてね。でまあちょっとさっきポッと時間があったんで、ジグ作ってみようか、ジグちょっと仮合わせだけでもしてみようかと思ってね、やってたんですよ。で最初からつまずきました。正直固定するためのこういう金具を買ったんですけど、10ミリ間違えて10ミリでかいのをつけてしまったというね、いうね、とんでもないすっとんきょうの間違いを犯してしまったということで、もうね、爪が甘いなというかね、はい、
て、これをまあこの中に入れると言うんですが、その前にここもちょっと角軽く落としてあります。なんでかっていうとね、後でここ、まあ、まず接着剤でつけるんですけど、その後にまあ継ぎ目をなくすためになんだっけイージーサンディングを使おうと思って、でイージーサンディングを使うのにどうしてもちょっと継ぎ目をなくすためには多少の水をあれがいるんで、余裕がいるんで、ここをねイージーサンディングで埋めるための水を作ってやるという感じですね。構想だけはしっかりしてるでしょこれが本当にうまくいくかって言っていたらね、うまくいかないと思うんですよだいたいうまくいったら試しがない、ね、いつもいつもね。で今もう一つ一番心配してるのは、ここ短いでしょ、うまく削れるのかっていうね、途中で飽きるんじゃないか飽きるっていうか諦め、どっかで諦めするんじゃないかっていう心配もねね、すっごい構想だけはしっかりするんですよ。でもね、図面描かないでしょ、図面描かないから行き当たりばったりなんですよ、ね、いきなり だってロールバー作り始めていきなりね、このパイプが曲がるだろうと思って折っちゃいましたからね。ねえ、うまくいかない時はね、何やってもうまくいかない。そうですよ。今日実はです、結構ね、それ以外にもうまくいかないということがあってね。まあ全然関係ない雑談になってきますけどね。こっからね、まあいつものごとくですよ。手を動かしてる間に雑談です。今日ね、ちょっとねお出かけしようと思って、ちょっとねあまりにも首周りが痛くて。整骨院みたいなとこ行きたいんですけど、まあ引っ越したばっかりで整骨院がない、どこにあるか分かんないんで、でまあとりあえず全国チェーンのまあマッサージ屋さんを僕前から使ってたんで、でそれがこっちにもあったんで、あるんで近く、割と近くにね、割と近くでも車で5分か10分ぐらいだけど近くに行こうと思ってね、まあまあまあ予約取ったんですよ。予約取ったね、3時から予約、いや、まあ、今日休みの日ですからね、3時から予約取ったんです。だから予約取ったらね1時間ぐらいして電話かかってきてね、すいません運営してるもんなんですけどって言って、はい、どうしましたって、施術師がの一人がコロナに感染しちゃいまして、今から臨時休業して消毒をするんでちょっとキャンセルしてもらえませんかって言われてて、ああそうですかって、もうそんなん言われたらね、ああそうですかとしか言いようがないでしょ、ね、せっかく久々にね揉んでもらおうと思ったのにねコロナに感染ってすごい話だなと思ってね、まあこんぐらい言われたら良いだろう。でこれをパイプをちょっとつなぎのパイプをまあ同じぐらいの長さで、これはまだ長めに切ってますからね、後でまた長さ調整する、おった調整するんで、またあれですけど、これも頭をちょっと丸くて、テーパーって言って分かるんかな、みんな、ちょっとこう斜めにね角度をつけておきますね。これが柱、縦の柱になりますね。構想だけはしっかりしてるね。本当はね、こういう作業するときはね、図面描くのが一番なんですよ。で図面描けるんですよ、僕ね。
書きゃいいのにね、最近図面書くのもめんどくさくなってね、頭で全部考えてね、その場でやっちゃえっちゅって感じでね、で大体失敗するんですよ。よくある話なんですけどね。さあこんな感じで角ちょっと丸くしました。それで柱の方だから長い方を柱にします。でこれに割れちゃったね。まあしょうがない、皮かかるからね。それでパイプ皮を入れる。でこの状態でまっすぐなれないかな、ここにね流し込む。である程度うわ溶けた、ほら計画倒れでしょ。いや計画倒れもよくわかる、計画倒れだな。ちょっとさっき入れとくかよ。いしょ、でこっちに接着剤をつけてね、流し込んどいて、ちょっと失礼。すごいな、まあ計画倒れもいいとこだな、ほんまに。これでここに接着剤、これでついてくれればいいんだけど。これで固まってくれよ。なもんか。ちょっと心配だけど、これでとりあえず一旦置いときましょうか。よいしょ。まっすぐ？まっすぐなってる？とりあえずまっすぐか。なんか降ってるなってるけど、まあいいか。少々はなんとかなるでしょう。はい、これで OK。んで、こっちも。あんまり、キュッと刺して、流れた?よいしょ、こっちは失敗しないように、なんとかまっすぐ立てちょうだいよ。でこれを乾いたかな。速乾とは言ってもね、やっぱりねすぐ乾かないからね。こっちか。よいしょ、こっちはうまくいくか。こんな感じですね。見てわかりますね。ちょっとへこんで、こういう風になってるから、ここにイージーサンディングを流し込みます。でここをもう一回平らにしてきれいにするという風な計算です。はい、それがうまくいくかどうかわかりませんわかりませんが、やってみます。でこれで大体の長さはここで見るんですね。大体ですよ。これで大体見といて、
歩ぐらいだろうね。痛いですよ、これ本当はね、こんな目検討なんかしちゃいけないですね。38.5、39かな、解けることを計算して、で、これで、まあこれ一応置いといて、で、38.5 で、差しで切る。これ何本？ 15 本まで大丈夫だね。大丈夫？ 38.5 ね。これで 38.5 まあ大体やからね、こんな大体って言ってもあれやけど、大体って言ってうまくこと言ったら試しないけど、まあ一応こんぐらいで切っておきます。怖い、これ割れるんですよ、これこのパイプ実は。よく後で調べたら、でこいつを入れてみると、同じところに入れてみると、同じようにね入れてみると、まあ、やってみましょうか。これでうん、大体いけるな、いけるね、うん、こんな感じね。じゃあこれをつけていくんですが、まず片っぽをまず片っぽつける。正直これ成功するとは思ってませんからね、大体できたらええかなぐらいの感覚でやってますからね、僕的には。大体うまいこといきゃええかなぐらいの感覚でやってるんで、失敗はすること前提でやってますからね。うまいこといかなかったら僕これなかったことになかったことにしますからね。よいしょ、こんなもんかな。で、あ、こっち忘れた、こっちの頭を削るの忘れとりました。こういうね、考えるの、前も言いましたけど、考えるのだけは非常に楽しい。それがうまくいくかどうかっていうのはまた別の話ですね。前も言いましたけどね、意外とね、今回ね、本体はちゃんと普通に作ってるんですよ。何にも手を加えることも、まあ塗装は変えますけどね、本体はもうあれ通りに作ってる、説明書通りにね。それ以外のところにね、いろいろ手を加えようというね、そこにチャレンジしてるところがありますね。ちょっとだけで、これをここに入れる。硬い、ちょっと、ね、硬いナイフなんて使いようですからね、どこにでも使えるからね。さあこれで差し込む、まっすぐなってくれよ。よいしょ、こんな感じでね、流し込みましたね。ピュッ、透明なパイプですからね、流し込むのが分かりますね。ちょっとできれば直角に出したい、こういう時のための電三角形、できれば直角に出したい。これで固まって、今年大体直角になってほしい。
ね、便利っすよ45度でね。これ買ったのは別の理由があるんです。これはそれをまた後日お話ししたいと思いますが、こんなもんかな。まだ固まってない、ね、瞬着かなんかでつければいいんでしょうけどね。ビッとつければいいじゃないですかね。それはいかん、できないですからね。で、こいつで反対側をつけるということですね。その前に、大惨事が、今後ろで大惨事が。はい、失礼しました。全然片付いてないというのがよくわかりますね。その前にこれね、木の板です。何使うんだって言われそうですけど、まあこれは見ていてください。別の用途で買ったんですが、よいしょ。で反対側も同じように、ちょっと待って、反対側も同じように接着剤を流し込めたんだね。ちょっともうちょっとなっても正直いいんだけど、あんまりしすぎるのも良くないって感じかな。はい、こんな感じでね。ああ、だいぶ斜めになってるな。で、こいつを流し押し込んで、溶ける。抜ける。これで、まあ、こういうことです。あの、まっすぐにしたいから、ね、木で止めてやるってやつですね。こんな感じでございます。かな、もうちょい、これちょっと置いときましょう。で、これが実際に どうだ、ちょっと感じで、できれば直角にならんかなと思い持ってやってますが、これでこれがここに入れば、まあ入るかと、多分入るでしょうというぐらいの感覚ですな。多分入るでしょうですね。はい、こんな感じ。これはね、ここをこの台に置いたことで、あの、まあ平行を保つと、この板のもののね、平行を保つよという感じでやっております。さあ、これであのフレームですね、ここのこう枠が、これがしっかり固まれば枠ができるという形ですね。ついたかな。で、これをあと何分、今何分、
14分か、こんなもんでいいか、うん、でこれに、あと、まあ、この今部分ですね、この部分ですね、しっかり乾いたらこの部分に、これとこいつこのねイージーサンディングを、埋めていくと、埋めていってで後で補修をするという形をしたいと思います。ということでこんな感じで、まあ門型が1個出来上がりましたよということでございます。でこの後なんですけど、まあまだちょっといろいろやりたいのはやりたいんですが、高さが決まらないんで、この次はまあこれあのイージーサンディングで固着はやっておきますけれども、そのできた後、この後にまず今度はシャーシを組んでいきたいと思います。シャーシを組んで、でこいつを乗せて実際の高さをなんとなく把握して、でそれで高さを決めるっていう作業に移りたいので、次回は、シャーシの方を組んでいくようになると思います。はい、ということで今日はこの辺で、また次回お会いいたしましょう。さよなら。